皆さんこんにちは、阿部真央です。今日は8月24日リリースの私の新曲女たちのダンス、皆さんも見ていただいたと思うんですけれども、このダンス皆さん踊りたくないですか？踊りたいってよし、じゃあ今日はですね、この PV のダンスの振り付けをしていただいた講師の方を実際にお招きして、みんなに振り付けを覚えてもらって踊ってもらおうということですね、このレッスン動画撮っていきたいと思います。それでは今回の女たちの PV ミュージックビデオの振り付けを担当してくださったこの方をご紹介したいと思います。電撃チョモランマ隊のキュー太郎さんです。イエーイ、こんにちは。女たちの、振り付け担当させてもらいました。from 電撃チョモランマ隊からキュー太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回は本当に素敵な振り付けをありがとうございます。ていうかよく覚えましたね。覚えたよ。どのくらい練習したんですか？あ、でもそんなトータルではできなかったんですけど、でも現場でみんなの見て、ていうかダンス好きですよね。好きなんです。うん、それがもう本当に出てますよね。そうでしょ。嬉しかったです。ありがとうございます。もう今回はですね、キュー太郎さんに直々にレクチャー皆さんにしていただこうと思いますので、頑張って踊ってみましょうということで、よろしくお願いします。お願いします。じゃあここからはキュー太郎さんにレクチャーをバトンタッチしたいと思います。はい、それではレクチャー行ってみたいと思います。今回振り付け皆さんに覚えてもらうところはサビの部分です。 MV でいうとみんなで踊ってるところですね。そうですね、はい、あそこの部分をぜひ皆さん覚えてください、はい、それでは早速行きたいと思います。まず最初は足板の導入部分です。手を胸に持ってきます。これを足板、はい、こっちの手は上、こっちの手は胸の前でパーにしましょう。これを足板。はーれーたら体が棒のようになった状態で倒れてきます。真央さん大丈夫ですか？はい。倒れながら手はパチッパチッ、こんな感じですね。パチッパチッパチッ。真央さん問題です。はい。このパチパチは何でしょう？相手だ、太陽と心臓のビートです。正解です。てってそうです。ここね、せっかく歌詞が晴れたらになってるね、ここは、はい、明日ピカピカピカね、晴れましょう。そしたら今度は足踏みします。足踏みしながら自分の顔の横で手をシュッ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 すり合わせます。シュッシュッ、これ歩きながら行きます。せーの、シュッシュッ、うん、そうですね、自分が言いたいことを今頭の中こうで揉んでる感じです。シュッシュッ、考えて、これ続けていきます。せーの、足だ、はれ、だや、ゆ、う、よ、はい、ゆ、相手の方向を指さしましょうね。そしたら次、ここね、意外に難しかったんですよ。これ、ちょんちょんちょん、ちょん、横、下、上、せーの、ちょんちょんちょん、はい、いいですね。はい、これを手だけじゃないんですよね。そうなんです。足もつけるんですよね。足をちょんちょんちょん、右足曲げてて、ちょんちょんちょん、ここのポイントはキレです。お、これがダランダランダランよりもこれがチュッチュッチュッキレキレキレ、そうです。これ指と一緒にいきます。せーの、チュッチュッチュッ、いいですね。ここの歌詞が、足が晴れゆうよ今日のですね、はい、次これを今度クロール、閉じてオープン、パッ、このまま開きます。そしたらこっちの手は肘を出します。ワクワク、こっちの手は腰に手を当てていきましょう。これやりながらステップ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 、こっちはまだ可愛い女、こっちは大人の女子、この二面性を表します。タッ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 、はい、ここまで大丈夫ですか？はい、はい、じゃここまで続けていきましょう。せーの、明日晴れたゆうよ、
そしたら後半です、はい、後半このステップ結構難しかったんじゃないですかね、クロスしてクロスしてふんげ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 はい、マスター足がふんげ足ふんげってやってください、ふんげそうそうそう、いいですねいいですね、ちょっとね、衣装的に今回タイトスカートだったんでそんなに大きな動きできなかったんですけど、実際振り付けした時は結構これぐらい、うん、これぐらい動いてました。これは地面を両手で押さえるように下に向けます。で、肩を上げる、上げると同時に足をふんふんふんがふんふんがふんがふんが、これ動き3回ですね。はい、はい、3回いきます。せーの、ダダ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 ダ、そう、そう、これちょっと裏のリズムですね。あ、そうだ、はい、ここ、歌いながらやってみましょう。はい、いつものはイゴイゴエでこらえた涙、涙まで、そしたら今度は涙が出ました、横に行ったら理由、理由、うん、涙がスーッと出てるが向こうに弾く、理由、うん、ここポイントです。もうもうもうそうです、ふざけてるように見えるかもしれませんがダンサー30人には本当にこういう教え方しました。もうっつってもうっつってさあね、もうもうですよ、はい、はい、じゃあここいきますよ、こらえたからいきます、はい、せーの、こらえたら涙も理由、もう、そしたら全部いきます、全部、そうです、でこれは指出してます、1本これを全部、そしたら女子力、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 そしたら最後です、前に足出して後ろ向く、前に足出して後ろ向く、最後は下からザーッと上げていきました。この後は下げてたかな、なんとピャーッと、そしたら最後は集まってきて自分の好きなポーズということです、はい、じゃあここまで、音じゃなくて、はい、ちょっと声でやってみましょう、はい、はい、最初からいきます。じゃあ私歌います。あ、すげえ豪華、豪華だよ、あ、そんな本気だったんですよ、わかりました、じゃあぜひお願いします、はい、ワン、ツー、スリー、明日ましょう。それでは行ってみましょう。Let's music! Music please! キュー太郎先生の振り付けを何度も見て練習してみんなの踊りを、アップしてください。よろしくお願いします。以上、ダンスレクチャーのコーナーでした。キュー太郎先生ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。